皆様明けましておめでとうございます。眠れないあなたのための安眠トーク、今回も安眠研究家の堀田先生をお招きして皆様を心地よい眠りの世界へ誘いたいと思います。堀田先生、今日もよろしくお願いします。明けましておめでとうございます。ハッピーニューイヤー、今年もどうか我々と一緒にお付き合いいただければと心から思いますので、よろしくお願いいたします。本当ですね、いや、年が明けましたね。明けましたね。いや、おめでとうございます。おめでとうございます。本当に今年も一年よろしくお願いします。開けちゃいましたね、またね。開けちゃいました。年が開けちゃいましたね。開けちゃったね。今日からお仕事の人は、なんかね、大変ですね。いや、たくさんいますからね。だって今日から、テレビは普通についてますし ね、 ね、そうですね。コンビニも普通にやってますからね。ね、本当に。なんか今日ね、休めばいいのに。昔のテレビって、あんまり生放送じゃなかったですよね、1日ってね。ああ、そうでしたね。今はもう全部生放送。あ、そうなの。全部じゃないけど。大変だな、それは。そうなんですよ。いやね、私ね、日本の文化っていうものは、もう一番のお祭りって年末年始だと私は思ってるんです。でそのお祭りごとっていうのをやっぱり衰退させないようにしてほしいなって思ってるんです。年末年始といえば、やっぱりおせち料理だったりとか、まあ年末のね、そうお蕎麦を食べる、何蕎麦って言いましたっけ。年越し蕎麦です。あ、それだ。どういうこと。年越しそば忘れちゃった。はい、すごいな、ね、だそういったことってある意味一つの信仰心じゃないですか。ああ、まあ、ね、そうか、そうです。ある意味そうじゃないですか。そうですね、でやっぱおせち料理なんかもそうなんですけど、そのちゃんと理にかなってる理由もあるんですよ。おせち料理っていうのは年末年始、正月三が日、スーパーもやってなければ商店も開いてない、しばらく買い物に行けない状態で家族が食べていけるために保存食を作ろう、でそれを、年始にね、豪華に作っていこうっていうのがおせち料理の始まりじゃないですか。だからいわば保存食ですよね。でも今の時代それって必要ないんですよ。スーパーも開いてるし、コンビニも開いてるし、デパートだって開けてるところがある。そうするとおせち料理という日本の文化の意味合いもそもそもポーズだけの時代なんだなって思うと、ああそろそろなんかこう日本の文化っていうのはなんかこうなんていうのかな、 やってる意味ないんじゃないのとか、そんなのなんかポーズだけそんなのいらないよねっていう、合理的に考える人たちの中ではそういうふうに思う人が出てくる、もう出てきてますよね。いや、いると思いますよね。だから本当はね、みんな休んでほしいんですよ。確かに年末年始は不便であれよって思う。ずっとそう。そう。不便さが人を鍛えるんですよ。もう少し不便になってもらいたいな。だから本当はね、電力会社とか水道会社とか、電車とかタクシーとかもう全部やめてほしい。もう電気も止まってほしい。トイレも流れないでほしい。僕の時計も止まってほしい。もう全てが止まってほしいです。いや、ちょっと極端じゃないですか先生それ。まあだけど、トイレ流れないのちょっと困っちゃうな。そしてついでに言うと、先生の時計は自動負けだから動きますね。電気、まあだからまあ極端な確かにね。そうで、トイレもね困っちゃうけど、困っちゃいますよ、やっぱ電気、まあね、最低限のインフラはもちろん残してほしいですけど、だけどね、スーパーデパートはいらないですよね。いらないよ、ね、本当にいらないよ。だから確かし、あれ信号は点滅じゃなかったでしたっけ。信号はさすがに点滅じゃなかったから、点滅じゃないね。そうか、全然もう普通バリバリ。私たち子供の頃1日はさすがに
ついてる、信号はついてる、そう信号深夜じゃなきゃ、ね、そうなんだ、うん、だせめてね特別な日にち特別な空気感っていうのをね作ってほしい、うん、日本らしい、うんうん、日本っていうのはこの、うん厳しい四季の中でね、うん、不便っていうものを楽しさに変える、うん、民族なんですよ日本人ってのは、うんうんうん、でそれが一つの文化っていうものを作ってきたし、うん、そういう厳しさの中で、培ってきたその信仰心とかね、うん、そういったものが日本人の文化の中にものすごく強くあって、うんうん、だからそれはやっぱり便利さがどん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 奪っていくんだと思うんですよね、うんうん、なんかもっとこうねえなんとかなんないですかね。でも本当だから1日に出かける気なんて一切起こんないような世の中になってほしいですね。ね、ね、うん、コンビニさえも閉まってほしいな。本当に閉まってほしい、ね、うん、なんだよ水も買えないのかよっていうね。そうですそうです、パンも買えないよっていうね、うんうん、本当にそうです、ね、うん、だからこそ年末にみんな買いだめするために年末って大売り出しがあるんですからね。大売り出しの意味合いがなくなるわけですよ、うん、だからこれってよく考えてみると、うん、あのセールがあるんだったら、うん、セールまで待って普段買わないでおこうっていう発想と同じじゃないですか、うんうん、だから大売り出しの時に稼ぎ時だって言って年末一生懸命稼いでた人が、うん、もう稼げないんですよ、うん、年末年始までスーパーとかコンビニが開いちゃってると、うんうん、そうでしょうね、うんだみんなでこう経済回そうって言った時にね、うんうん、自分のこう欲でこう開けたりとかしていると、うん、もうみんなでもう隣組みたいなところがね、うん、年始だから開けちゃダメとかって言ってくれたらいいんですよ、うんうん、中国の一人っ子政策じゃないけどね、うんうん、その町内会でこうあそこの店開けてたよとかって言ってほしいな、うんうん、まあ、それが社会主義の思想なんですけどね、うん、まあ、不買運動でも起こしましょうか。そうそうそう、いや本当です。だから本当にね、もういつも去年も散々そんな話させてもらいましたけどね、うん、これから日本円の価値が少ない、いやなくなるなんていう話になってくると、うん、やっぱり為替の問題で輸入品が買えなくなるっていう人たちが増える。だから国内生産を、がもう少しこう反映してくるんじゃないかっていう話もちょっとしたんですけど、うん、いやそれもちょっと、ファストファッションというものが、うん、あの邪魔する世の中でしょう、うんうん、だからね、本当にもう少しこう不便とかね、うん、そういったものがこのまた経済を動かすっていうことだと思うんですけどね、うん、ああ不便であれよ、本当ですね、思います、うんうん、特別感本当になくなっちゃったよな。いや今年どうします2024年抱負をね。あそうそう、今年の抱負、うんうん、そうですね、せっかく1年の計は簡単にありって言いますからね、うん、そうですね、はい、頑張っちゃいましたけど、うん、今年こそはみたいなやつありますか。今年はね、私はね、うん、まあ安眠的な抱負で言うと、うん、お餅をね、うん、3つ食べられるようになるように頑張る。安眠的に言うと、安眠のトークってそういうもんですよ。そのお餅ぐらいはそんなの誰でも食べられるでしょうとかツッコミいらない の、 もう、ね、あの安眠は、うん、意味が全然わかんないです、すいません。先生のおっしゃってることの意味が一つもわからない。いやお餅の意味わかるけど、うん、ね、なんかほら、ね、なんか今年の抱負はって言うと言うじゃないですか、このいや頑張ってお餅をなんかつむらせないように食べるみたいなこと言う人いるじゃないですか、まあ、つまん、うん、います、そんな、うん、こんな人いましたか、うんうん、そうそうそう、でも安眠はいいんです、そういうレベルの話で。そうか、うん、今年だからそういうレベルの抱負言ってください。難しい話いらないんですよ。経済とかそういう話じゃなくて、ああ、ね、じゃなくてね。そう、もう普通安眠の、他の安眠チャンネル見てごらんなさい。みんななんかこう、あ昨日虹を見れてすごく、うん、幸せを感じましたみたいな。四つ葉のクローバーが咲いてましたとか、ああいう感じですよ。安眠だったら、うん、そうか、うん、今年の抱負ね、
外国人に話しかけられても、うんうんうん、ビビんないで受け答えする、うん、あ、それできなかったんですか。できないんですね。なんでビビるんですか。やっぱ英語も喋れないから。あ、そういう意味でのビビる。ごめんなさいみたいな、ごめんなさいちょっとごめんなさい分かんないんで、ごめんなさいみたいな感じ気分でした。頭の中で感じ。そうなんだ。そうじゃなくて、え、何、どこに来たの。原宿、原宿だった、うん、こっちだよっていうのちゃんと説明。いやそれね、私山崎さんにね、はい、そこはなんかこう何か教えるなんていう立場では決してないんですけど。いやそんなことないですよ。いや、とんでもない、いや申し訳ない。だけどね、一つ言うけど、はい、いやいいんですよ日本語で。え、いいの。いいんです。だって日本に来てんだから、こっちが、こっちはこっちは向こうが、うん、日本に来てんだからこっちはね、うん、日本語で言ったらいいんですよ。そうなん、困んのは向こうなんですか。あ、そうか、うん、あ、日本に行くのに日本語の一つでも覚えとけよかったなって、そう思わせられない日本のは日本人が親切すぎんですよ。あ、そうか、うん、なんかよくおもてなしとかって言うじゃないですか。ただ僕ね、あれあんま好きじゃないですよ、ね、おもてなしとかって意味全然よくわかんない。なんかね、以前もちょっとそんな話したことあるんですけど、うん、なんか接客で、うん、声をかけない親切心っていう、うん、なんかそういう歌い文句言ってるお店があったんだけど、うん、声をかけない親切心って僕ちょっとね疑問を感じるんですよ、うんうん、ちょっと待って、声をかけない親切心、それはつまり声かけないでほしいっていうお客さんがいるからでしょ、うん、で声をかけないお客さんを生んだのは心のないあんたたちのせいでしょって私は思う。何も考えてないあんたたちのせいでしょと思う、うんうん、で声をかけ、嫌な声をかけるってどういうことかって言ったら、あ、いらっしゃいませ、何かありま、今日は 何ですかとかね、今日は何ですかっていらないからそんな言葉、うんうん、でいらっしゃいませ、もしよかったらお手に取ってどうぞとかいらないからそんな、うん、そのセリフって多分店長にただ突っ立ってるだけって言われないためのセリフって、いわば自分の自我でしょって、うんうん、でそんなこと言うんだったら声かけるなよってお客さんは言ってるだけで、うんうん、本当の接客ってこのお客さんはどういう人なんだろう、どういうものを必要なんだろうって、まず考えてお客さんの立場に立って想像するこのね思いやりっていうものがあれば、多分お客さんは喋りかけないでとは思わないはずなんですよ、うんうん、思いやりがないからお客さんの心のエスカレーターにタイミング合わせられないだけでしょっていう、うん、確かに、そう、でそれに似てるような気がして、おもてなしって、なるほどね、うん、だおもてなしって言ってるのと忖度っていうのすごくなんか似てる気がして、あ、うん、あ、そっか、そう、なんか忖度文化なんですよ日本って。だから日本のは忖度文化ですとかって言って、忖度っていうのね、おもてなしじゃなくて忖度って言えば、うん、いやいいじゃん、なるほど、ね、忖度って言うとみんなシーンとなるんですよ、なるほどね。だからね、私ね、うん、日本の文化の中に、行事の中にね、うん、ほらエイプリルフールみたいな感じで、うん、忖度が絶対許されない日っていうのを作ってほしいんですよ。で忖度絶対許されない日にはお互いに相手の悪いところを伝える手紙を渡し合う、うん、あ、うん、そうですね、そう、あ、なるほどね、そういう日が一日ぐらいあってもね、そう、その日は遠慮なく、そうそうそう、うん、お互いに嘘悪いところをこう交換、まあ、プレゼント交換、忖度ロースみたいなのが現れてその人の悪いところを、うん、サンタクロースじゃなくて忖度ロース、忖度ロースが現れてお互いの悪いところをプレゼント交換し合って、でそれを謙虚に受け止めるっていうのは1年に1回365日もあるんだから1回ぐらいあったっていいんじゃないかなって思う。確かに、しかもそのそういった意味では、うん、そういった意味ではっていうか、そのプレゼントって本当の意味でのプレゼントですよ、ね、いや本当ですよ、本当に愛情がある だったら、うん、友達だったらね、うん、相手の悪いところとか間違えててもいいし、その場の空気が悪くなって、その場の、うん、なんていうのかな、空気に水を差してもいいから、うん、相手のためを思って言ってあげるってのは本当の友達でしょ、うん、それがやっぱできないし、うん、でそれができないのはみんなプライドが高い、プライドが高いからすぐに気分を害す、うん、なので言いにくい、
でほとんどがなんでそういう風になったかって言ったらみんないいねボタン文化なんですよ、今の時代。だからいいねボタンに溺れてるから、みんなつまんなくなってんの、頭使わない、でみんなほとんどが褒められて終わりっていう結末が当たり前の時代だから、なるほど ねだレベルが下がってくるんですよみんな。そういうこと、だそういうなんかこうちゃんと指摘をするっていうことで本当は成長するはずなのに指摘をしたらシーンとなるっていうのはね、なんかそれは良くないな、だからそれは忖度だよとか、はっきり言ったらいいんですけどね。ああなるほどね、まあとにかく山崎さんのその外国人にビビんないように、そう、たくさんいますからね、はい、そうですね、いやもうそれ山崎さんはもういい人だからねいやそんなことないですよ、僕なんか悪いからもうわざと英語をしゃ仮に喋れてたとしても僕日本語であんだってってこういう感じなります。だいたいそうするとね、あのね、まあほとんどの人が、やっぱいいですみたいな感じで言っちゃうんですけど、そうなんだ、伝わる人は伝わんのね。で僕ね逆に言うとイギリスに行ったことあるんですよ、で英語喋れないじゃないですか、だから日本語で喋ってたの、最初はでこれくださいっつって、で下手な英語喋るよりももうこれくださいって言ったら伝わんじゃないかなって、でそれができるようになったのはね寅さんの映画を見てからなんですよ。寅さんがねフランス行って、あ、じゃあウィーンに行くんですよ、でウィーンに行って、お姉ちゃんって元気かいウィーンの暇な時に公園でお寅さんが座ってて、そうすると元気かいっつうとね、あのウィーンのね女の子がうんって言うんですよ、あこれだと思って、で寅さんを連れて、寅さんは行きたくなくて行ってんですよ、ウィーンに、でそれをあの連れてった人は一生懸命、あのあ何語ですか、ドイツ語ですか、あれはウィーンってのは一生懸命その勉強してから行って、一生懸命焦ってね、ビクビクしながら喋って、私そういうタイプだ、どっちかってね、そうだけど寅さんは、もうあのおい青年ちょっとちょっとやるわけですよウィーンの人に対してでみんなと仲良くなってるのは寅さんの方が、あそう、そっちの方がいいな、ね、そうそうそう、あそうだと、気持ちが以心伝心でちゃんと伝わればいいんだって山田洋次が多分考えたストーリーなんでしょうけど、なるほどね、うん、そう、もう完全に私は勉強してるタイプですね、だからほとんどそうでしょう、そうだけど、だそれこそ日本に来てんだから向こうが、そっか、でしょ、確かに、日本に来ててさ、その例えばフランス人がフランス料理食べたいってそんな思わないでしょ、フランス人がねフランス料理ちなみにねあの日本で食べると、こんなの食べたことないっていうらしいですよ。それいい意味で悪い意味で、いやもちろんどちらでもないんですけど、あのそもそも、こんなに美味しいフランス料理はそもそも、自分の国でも食べたことがない、こんないいお皿使ってこんないいフォークとナイフ使って、あそうなんだ、言ってました、そうだって我々だってそうじゃないですか、日本料理最高の日本料理ってあんま食べないじゃないですか、めったに考えてみりゃ、あまあまあそう、そういうのもある、まあそういうことか、そうそうそう、だから日本に来てんだから日本の文化を披露しましょうよ、でその披露を、その日本の文化を楽しんでもらうためにある程度のマナーを勉強してから来てくださいねってことですよ、ただそういうのはもう私から言わせてみると、おもてなししようにもある程度勉強や教養がない人にはおもてなししたって、その楽しさが分かってもらえない、って言いたいということですかな、山崎さんの抱負はそれだけですか、いやあると思いますよあると思う、もう少しひねらせてくれればそうですよね、ただ抱負ってそういうもんじゃないからね抱負ってそういうもんじゃないからね、言われて考えて言うことではないからね、本当はね、自分の中で思ったこと決意してることを、たまたま人に聞かれたからそれ話すってことが抱負ですよ、ね、今考えろよって話じゃないですよ、そうですよね、そうそうそう、だからたくさんありますよ、そういった意味では、あるけど、まあ今日はいいかな、ああそうですか、はい、じゃあまたちょっと考えてきてください、考えてくるんだね、わかりました、よろしくお願いいたします、はい、じゃあはい、じゃあ今年も1年、皆さん、おやすみなさい。言うことないのか
じゃあおやすみなさい。